今回はローマゴート戦争第3次を解説しますね。この戦争は部分的にはモンゴルの遊牧民であるフン族の精神運動によって引き起こされました。フン族はヨーロッパ東部の諸部族を西方や南方に追い出します。狩猟アタナリックの元の西ゴート族はタキアの南に押し出され、繰り返しトラキアに侵入し、東のローマ皇帝ウアレンスは彼らに対して軍を送らなければなりませんでした。369年にローマ軍は大勝利を収め、アタナリックは和平条件を受け入れざるを得ず、それにより西ゴート族はドナウ川の北にとどまることとされます。しかしこの和平は短命に終わります。フン族はウクライナの東ゴート族を侵略し、ゲルマン族全体に大きな圧力を与えていました。ゲルマン族の中にはトラキアへの移住許可をウアレンスに求める者もありました。この願いは聞き入れられましたが、腐敗したローマの官僚が新しい入植者の弱みにつけ込み、武装蜂起が起こります。今回の解説は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。